2024年1月20日土曜日、時刻は21時を回りました。こんばんは、ゆりかです。ゆりかのミニジェンラジオ。この番組は不定期で生配信しているゆりかのラジオを作ってみましたよりももう少しミニマムにタイムリーにお届けするミニラジオ番組です。はい、2024年1回目の動画になるかな。髪の毛を暗くしました。まあ、数さほど長くはないんですけど、このタイミングでね、カズさんをイメージしたりしておりますが、まあこのミニジエンラジオ、前回まあアニマニアとかね、リリーベの感想もあったので、結構あのゆっくりと喋ってお届けしたんですけど、今回動画にしたかった理由がこれなんです。じゃん、1月24日発売のホワイトアルバム2カバーコレクションユリカ届きました。私の元に届かない恋と思っていたこちらが届きました。これをなんか、まあせっかくならね、お見せしたかったので動画に今回はしているんですけれども、お便りもねもらってるので後で紹介しますね。まずこれですよ、これここ読んでいいですか。アクアプラスホワイトアルバム2の溢れる思い、ゆりかが歌う特別な冬、泣く本当に特別なんですよ。本当に特別なの。そんな感じでね、おぎそがいてくれてるんですけれども、あの裏に私いますって言ってたと思うんですよ、発表した時にね。で、まあこれ分岐点ですね。あのおぎそをジャケットにする、なんかまあゆりかにするみたいなので、まあ例えばこういうバージョンも裏にいるのでできるっていう感じですね。だからこういう感じなんですよ。こんなことある？こんなことあると思った？え、これやっていいですか？こうよ、こういうことになってるんです。こんなの想像していなかった私は。そしてまあ今ね並べたんですけれども、リリーベでお配りしたアナザージャケット、サインも書かせてもらいましたけど、これ持ってきました。これをこうやって挟んで、こういう感じか。こうもできます。私もこれにするって思っているんですけれども、まあね、本当についに来るんだなって思ってます。もう日に日に、まあ冬だから、冬じゃなくてもなんですけど、もうなんかゲームも私ももちろんね過去にもやってるんですけれども、あの水島大中さんの生配信を見たりですとか、自分も久々にやったりして、あ、これ撮ってるの金曜日なんですけど、マリさんルートがね終わっておりましたがいやー本当にね、まさにこの帯っていうんですかに書いてある通り、特別な冬だなと思っております。まあそんな感じで、あの CD についてのねお便りもいただいているので、ちょっと紹介していきますね。ラジオネームうさぎょさん、ありがとうございます。はじめまして、ゆりかさんの自演ラジオ初めてお便りします。ありがとうございます。ゆりかさんのことは昨年末のムサベヤイベント41歳の冬だからにゲスト出演されたのを見て、初めてしっかりそのお歌を聞きました。それまでお名前や活動内容を少し知っている程度だったのですが、イベントで歌唱されたパウダースノー、めちゃくちゃ心揺さぶられ我慢できず泣いてしまいました。これまでいろいろな方々の生歌唱をライブなどで聞いてきて、うるっとはできますが我慢できなかったのは初めてです。他にもね、グランシャリオンとかアップテンポな曲もあの感想をいただいて心躍らされました。しかもリリーベも来てくださったということで、ホワイトアルバム2は未修、これなんだっけ、履修、あれ履修、なんかあの履修科目とかの字合ってる、未履修だったのですが、見たことなかったってことですね。ゆりかさんの熱い秘境に押され、とりあえずアニメを一気に見終わりました。ようこそこちらの世界へ。今後ゲーム買う予定です。ようこそ。もういつからでも遅くないですからね。過去にアニソンデイズ、録画してブルーレイに焼いて保存しているので何度でも見直しております。これからも応援していきますね、ということでありがとうございます。もうこういうのが一番嬉しい。なんかもう一人でもなんかそのきっかけになれた、入り口になれたと言いますか、なんか最近アニソンの話あるじゃないですか、濃いとか薄いとか。でも正直そんなのは私は知らないんですよ。私はもうなんかもうそんな何だろう、恋とかじゃないんですよね。なんかそんななんか濃度を自分で選べない、なんかわかる？ちょっと私テレビ見てないかわかんないけど、なんかもう溢れる
恋とかじゃない、なんかもう生まれ出てるなんか源泉だからなんか伝ってますこれ、なんだろう、なんか私はなんかまあそういうのあんま分かんないけど、変わらなくやっていくだけ、なんかこうやって自分がもうこれに関われてよかった、これに出会えて幸せって思いをずーっと歌い続けていく、なんかその例えば放送期間とか盛り上がってる時とかじゃなくて、なんかもうほんと、まあいろんなところで私言ってるんですけど、その作品が続いているコンテンツの一個になれればすごく本当に嬉しいなというか目指していて、まあホワイトアルバム2はカバーですけれども、でも例えばホワイトアルバム2のハッシュタグで YWA2 とかでなんかね、アクアプラスさんもなんか言ってもらったりとか、こうやって言ってもらえると本当にこれカバーですけど、ちょっとでもなんかその作品が出る一個の何かになれたら嬉しいなと思っておりますので、ぜひ発売楽しみにしていてください。まあ、そんな感じで次回生配信なんですけれども、発売日にやろうと思います。1月24日20時からやりたいと思っておりますので、ぜひまた生配信でお会いしましょう。それではこの後お知らせを挟んで終わりです。ここまでのお相手はゆりかでした。またねー。